え、いや、それしかもう、うん、だとしたらもう長くに拍手送ってやったけど、こんなもん。ナイスナイス。新潟競馬場でも売ってると思うけどな。多分新潟競馬場でも食えると思う。絶対名産あると思うから、競馬場。アルマクド、アルマクド。これボタン入るから、多分ベントに入んなくても勝ちタスク上げて悠長に言っといていいでしょう。ボタン入んないだとしたらその辺がインポスターと。おー、カミコです。ネルちゃん、トータさんにマットアップしてる。ですよ。逆にね。逆じゃ、ちょっとそれっぽい動きが見えたっていう。じゃあ。さあ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 。見えてるよ、トータさん。ふっこい、ふえ。うお、ナイボー。素晴らしい。クソいい。これネロちゃんじゃなかったってことで、うん、因果直したの。直しました。よし、じゃあ端から端へでも移動しちゃおうと。30秒全力移動。じゃあねー、アルマッチ。はいはい。うう、髪覚え毛いっちゃって死ね。真ん中、ね、あ、そうなんだ。そのレポ光っただけで一話被災地は見えなかったんですけど、光ったのは、シャワーからメインに入ったぐらいの通路で光った。俺はエレキから上に上がったら光った。おお、まあそのあたりですね。じゃあ、シンさんって僕のこと怪しんでます？普通ぐらい。まあじゃあ一応シェリフでときます。ああ、よかったよかった。9秒以内ぐらい、8、9秒以内ぐらいです。ちょっとはしご2回登り降りしてるから、まあプラン2秒ぐらいで8、9秒以内。ナロコさんの経路聞いてもいいですか？あ、いいよ。俺だからシャワー、アーカイブシャワーメインで、配線やって除染終わらせた後にエンジンルームって向かって、一瞬ボタン行こうかなと思ったけど、こっから展望デッキの手で直した方が早いかと思って、今エンジンのあの扉を開けようとしてるところだよね。メイン通ったって感じですよ、ね。はい、通ってる通ってる上で、梅剣のすれ違った記憶がないから、梅剣はエレクトリカル側からの侵入か、メイン側からの、あ、てかエレクトリカルしかありえなくないか。俺だってアーカイブシャワーって来て梅剣見てないから、うん、ってことになるから。メケンさんはシャワーからメインに入ってるのは僕は見てて、シャワーに入って神様と会って、で神様が行ってメイン方向に行ってレポートだと思う。8、9秒前だと僕が石油からエレキに入って、あ、ごめんなさい、8、9秒いないですね。あ、いないか。いないなんで、タイミングとしてはそのぐらいタイミングで、メインからエレキに降りるネロちゃん、僕は見てるんだけど、ネロちゃんは私からしろ、エレキからの侵入のみ。あ、ごめんって思ったんだけど、あの中野くんが今シャワーからメインに入ったって見えたんだ。どんぐらい前だろう。ガミは貨物にいそう。うん、はい。俺が覚え系の覚えてるところから出るときに、バイタル側の扉の越しにガミの文字が見えて、俺がラウンジ側に行ったから、多分貨物に入ってきてそう。あってます。あと停電ちょっと前にカメラついてるの見ました。
あ、はい、私です。金庫宿舎ミーティング。あ、ごめんなさい。あ、金庫宿舎ミーティングで、そこで誰も来ていないです。ドア、宿舎の両方開けてます。一応カメラには映ってないですけども。はい、まあ、でもドアは開いてます。うん、まあ、映んなくても変ではない。まあ、弁当関与できる位置だよね。はい、弁当関与できる位置です。あと、トータスさんは。あ、ずっとエリキです。最後、工藤さんが上がっていたんかな、メインへ。わからんけど、はい、その前に右上行く工藤さんとも会ってる。うん。あれ工藤さんと一緒にエレキ上がってったのが誰だっけ？あれ俺、石から来るの？ネロちゃん自身で無理です。はーい、石油、はい、よし、はい、シャワー側からのキルの場合は、うん、神様のセルフ以外ほぼないと思ってます。ベントも来て、ベントは絶対使えないですね。アルシンが奥にいるんで。そうだね。ごめん、ちょっと時系列1回だけ整理したいんだけど、俺が女性室出てメインを通ってエンジンまで行きました。で、俺は当然すれ違ってないわけだから、まあ、で左側を多分俺が止めてる。で、エレクトリカル側、シャワー側の、だからそのどういうその囲みが発生してるかを知りたいんだけど。シャワー側じゃあ僕が止めてんのかな。シャワー側だったら、エレキ側が誰かっていう。エレキでもほぼないで、工藤さんとトータスさんとネルちゃんも下ってて見てないんでしょ、ミケさん。あ、いや、ミケさんは何回も言ってますけど、シャワーからメインに入ってますよ。だからエレキからメインに上がってキルができる人は誰かっていう質問。あ、めちゃ工藤さんもできるけど、俺目線は。まあ、俺の場合、貯金になりますね。うん、エレキで誰か塞いでんの、うん、これ、エレキ、最終値エレキの人っているんだっけ。はい、トータスです。最後まで、ただエレキの構造はなんか、こう、下側が1、2、3って袋工事になってる形で、ちょっと動きにくい。工藤さんとトータスさんは合ってるんですもんね。合ってます。うん。ここ合ってる。だから、7個、慎太郎、工藤。僕、昇降機はドアが、ドア僕が開閉してるから、弁当は僕だけ。でもそれ以外はいない。って感じなんじゃないのって思いました。ああ、弁当ルートもあるのか。じゃあ、弁当ルートかな。アルマ君が上がっ、アルマ君が上がる前に、はい、多分左下の辺であったんよ、一回。エレキ。あ、そうですね。うん、で、トータスさんはエレキ置いていってますね。うん、その後、袋小路の方行って戻ってきた時に、工藤さんと会ってるはずやから、俺。だから上上がる暇ないかなと思ってもらいたいかな。サントスさんが正の場合、工藤からトータスさんにほぼ白投げたいぐらいですね。うん、うん。サントスさんが通った後、トータスの上行ってないと思うから。うん。まあ、ただ、神様が一番追いにくいから、一緒に奥行ってるから、僕を奥で殺した方が効率はいいんじゃないかなとは思っちゃうから、シャワーの。うん、うん。ガミって貨物で採集？はい、貨物の覚えゲー見て、金庫行って覚。終わってないぐらいの。ベントはアルシンがその辺にいるから多分てか絶対使えないです、ね。うん、無理だろうね。高田さんも無理だと思います。そういったっぽいんで。うん、ベント否定ね。まあベントから見てただけだけどね。ペドロン。はい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 、こうやっていっちゃおう。どうなんだろう、ナイツできたのこれって。なんか二人いたけど、まあ危ない危ない。セリフで打ちました。え？おま、今シャワーアーカイブラウンジアーカイブの下側から上に向かって追いかけてきたんで切りました。
わお。どういうこと？インポスターっぽいってことだよね。もうめちゃくちゃ追いかけられたんで切りました。インポスターっぽいね。こういったシャワーアーカイブラウンジ、ラウンジからアーカイブに入って下側をこう通って左側から上に来て僕の背中を追いかけてきたんで切りました。マットはさすがにしないもん、酔わないもんね。ちなみにはタスクどんな感じ、みんな？めちゃくちゃ終わる。終わる。もうある？オッケー。じゃあみんな中野くんに拍手して七子さんに入れて終わろう。だとしたらもう長くに拍手送ってやったけど、こんなもん勝てっかって話だから。終わるって、新しい終わり方だな今。え、素晴らしい。なんだその終わり方。無理だよ。ビデオみたいだった。タスクも早いのにキルボタンも早いの。ボタンも早いしよ。俺電動から見てて意味わかんなかったもん。ケイさん死んだ。これもケイさん死んだ。そうだった。いやキルめっちゃ良かったのにね、ケイさん。真ん中で切ったのに。あれケイさんだ。ケイさんだ。ケイさんだ。ああ、そうなんだ。あ、ナコじゃないんだ。俺じゃなかったな。アルマくん本棚の上行ったから、しめしめそこで切ってやると思ったらやり返された。帰ってきたからな。びっくりしちゃった俺も本当に。ではよりによって計算の下にあった。